皆さんこんにちは。これから3回手で触れて考えるをテーマに問題提起をします。このメルマガの読者の皆様は体を動かすことフィットネスに関心をお持ちでしょう。体を動かすときは神経や筋肉が働き、それらに命令を出す脳も働きます。でも実際は考えることよりも動くことの楽しさや健康になることを大切にしておられると思います。私も以前は動くこと、触れることと物を考えることのつながりをそれほど意識していませんでした。しかし1990年代医学部の学生実習に視覚障害体験を取り入れて以来、手や指先から感じ考えることの興味深さに目覚めました。新型コロナウイルスの流行が収まらない現在、手で考えるは私たちの未来を開く方法だとも感じています。出発点は指を動かして何かに触れる動きです。指先にとどまらず全身でこのような動きをするとしたら、例えばトランポリンがあるでしょう。トランポリンを飛ぶときは伸縮性のある丈夫な布の上で足先に全体重をかけて体を動かします。では同じ運動を硬い床の上でしたらどうでしょうか。トランポリンと床を比較すると、そこで飛び跳ねるときに感じる気持ちは同じではありません。触れる物体の種類によって感じ考える内容が異なるのです。では全身から指先に戻ります。何かの物体に触れ指を動かしたら何を感じ考えるでしょうか。指を何かの上で滑らせたりタッチしたりすることはスマートフォンの操作でおなじみです。しかしタッチスクリーンに触れる場合は道具の操作に意識が向くため、触れること自体への考察が深まりません。触れることの興味深さに目覚めるためには、目を閉じて身近な物体に触れることがおすすめです。このような周囲の物体に触れて考える試みは、先ほどお話しした医学部の視覚障害体験実習でも人気がありました。しかし当時はここからさらに一歩踏み込んで指先から考えるには至っていませんでした。しかし4年前ある物体に出会ってから、私は指先で考えるということをとても意識するようになりました。それがこの物体、気泡緩衝材バブルラップです。我が国ではプチプチの名前で知られています。私はこのプチプチに触れることをきっかけとして、人の存在や人々、社会にまで思いを巡らせ、そしてついに手で考える公衆衛生学という本をまとめるに至りました。ではこのプチプチに触れると一体何が起きるのでしょうか。次回さらにお話しします。